はい、じゃあこれ、天然のイサギですね。結構綺麗な丸々したいいイサギ。これを熟成させるように水洗いしていきます。まあ最近よ熟成やってるんですけど、まあ、基本は水洗いしてもらう。でその後にしっかり水分取ってもらう。で、お腹割ったところにペーパー詰めてもらう。で周りもペーパーで巻く。でお家でする時だったら、まあ、ジップロックとかラップとかナイロン袋とか、まあ、布団圧縮袋みたいなミニみたいな感じで袋の中の空気抜いて、でそのままチルドで保存してもらう。チルドでいいかな。でそれが次の日日付変わったらあれしても、ペーパー毎日変えてもらう。それをその3つどころちゃうな、まあ、ポイントで言ったら水洗いペーパー入れる巻くっていう感じなんで。で熟成させるときは水分がどうやらダメらしいので、なるべく水分取る、もうそれを徹底してやるのが一番いいかな。でまあこんな感じで血合い骨のとこまで綺麗にこんな感じで取ってもらって、でもこんな余分なものは全部でペーパーですね。まあお家でするときは多分タオルとかになると思うけど、最初のこの水洗い終わって拭くとき、和紙海何でもいいです。なぜこの洗い終わったやつをしっかり水気取ってもらうように。もちろんこのお腹の中も絶対水気入ってるんで、よいしょ、こうやって拭いてあげて、よいしょ。でここからですね、これとりあえず、まあこれはペーパーでいかんとあれなんですけど、まあ、使い捨てですね、キッチンペーパーとか、まあ、1個ぐらいでいいんでお腹へ詰めてあげる。で次、まあですね、これよいしょ。でこれ周りをきれいによいしょこんな感じでくくってあげて、よいしょ。で、こっち厨房なんでラップあるんですけど、お家だったら多分ラップこんなないんで、袋とか要はスーパーとかで氷入れるような袋持てると思うんで、そんなんので代替えするか、ジップロックとかあんなんが多分一番いいと思う。で空気抜きながらペタッてやって、よいしょ。で今日は何日だ、よいしょと、4月の15日。まあ4月の15日って紙に書いておいてもいいけど、これも1匹だけなんで、ここへ4月の15日でこれイサギと、こんなやって書いて袋かなんか入れて冷蔵庫入れといたら忘れることないかな。こんな感じで、はい、じゃあこんな感じで、天然やな、天然のイサギですね、使って熟成の仕方の紹介となります。以上です。